アッパレの時間です。いやーコルセット伊藤、改めてデビット伊藤です。よかった治ったんですか？治りましたよ。東京オリンピックとともに、いや東京オリンピックすごいねしかしパシュート見た？こうやって、ね、お尻ちょんと押してね、いいじゃないですか。今までで一番多いメダルの数ですから。多いね、11個、うん、11個でしたっけ？11個ですよね。そうですよ、長野超えましたよ、うん、本当にありがとうございます。金メダルの数もすごいです。オリンピック関係に出てくる方、そしてサポートの方々、本当に夢をありがとうございました。本当に素晴らしいですよそうですね、いいねいいねですよね、いいねいいね、グッドだよ。よかったですさあ今日はどこに来たんでしょうか？初めにこちらに来ますか？あ、そうか増刊号はとは忘れるね。そうなの、そうなの、ふわふわしちゃいますからね。朝一メールでございます、はい、綾瀬氏吉富さんより、ありがとうございます。先週の増刊号10秒ドラマメイキング、はい、ね、AKD 特集など内容盛りだくさんでもすごく楽しかったです。ありがとうございます。が、はい、何より、はい、ロケ車ドライバーのパンチヘアが渋いパンチ田原さんの登場素敵なネーミングで、また一人魅力的なアッパレキャストが加われましたねって。パンチ田原さんのやっぱパンチ力は半端ないですね本当にそっちのパンチです。本当に良くないよ。なんでですか？良くないよ本当に田原さんはパンチ田原さんという名前ではないですからねいやいやいや、でも田原さん、パンチ田原さん、もうあの、まあ、パンチ田原さんのパンチ佐藤さんとちょっとかぶれ部分がありますからねちょっと間違えて言っちゃいそうになりますけど、うん、あのパンチ田原さんの周りの方たちも、うん、もうパンチ田原さんという認識をされてて、うん、メールとかにはパンチ田原様ってメールが来るそうですよ。あれはね、あのパンチをかけれるとこはもう少なくなってるらしい。かなりの技術がいるっていう話ですから。そう、はい、本当にすごい、この前熱弁してましたもんね。パンチさん、どこもうかけるとこがないっていう。ロットが難しいんだって。ちっちゃいロットだからね、これね。大変らしいですよ。難しいです。はい。パンチ、もう名ドライバーですから。今後のパンチ田原さんの出演を希望したいです ですね。ちょっと表情を見たいですよね。ええー、まあ、パンチかけられない方もドライバーさんにいますからね。いろんな方で成り立っているということでございます。はい。さあ今日はどこに来たんでしょうか。はい、今日はですねこちらにやってまいりました。どこですか。今日は大井町です。あ、はい、大井町ですね。5つの市と町に囲まれたところなんですよね。はい、拡大すると。はい、こちら今どこにいます？今はこの川沿いにいます。あ、川沿いのどこですか？はい、この辺んすいませんこの辺ですね、はい、西大井地区というところにいます。はいはい、今日はですねここをスタートしてぐるっとね、まんべんなく広く巡りたいなと思っています。おー、すごいですね。あ、こちらは何ですかね。ここは釜飯ですかね。あ、釜飯。釜飯のお店。お昼ご飯。あ、お昼ご飯。お昼ご飯で釜飯をいただく予定と。他にも風光明媚なところあるんですか？他は四季の里っていうところがあって、うん、ここはすごくおすすめですね。おすすめ。はい、あ、今日で行けるかどうかわかんないですけどね。他にもあるんですか？他はあとは郷土資料館。うん。うん、以上です。あ、以上です。でも2つ目も出ました。富士山は今日ありますか？富士山はうっすらそこに。どこですか？そこにすっごいうっすら見えてて。え？見える？その落ち合い。カメラで映りますかね？あ、あのちょっと尖った山の奥に。山の奥に白い、はい、雲のように見えるのでちょっとカメラ。あれ富士山ですよね。ね。あそこは富士山。あそこ富士山ですか？いつも見えるんですよ、本当に、うん、いつもはもっとバッチリ見える。バッチリ見えるんですか？バッチリ見えますよ。今日たまたまちょっとね、進んじゃってる。バッチリ見えるんだって。いつもはバッチリ見えます。なるほど、はい、いいね、本当にねありがとうございます、はい、ということでお楽しみに。今日ね、あのひょうたん娘と一緒に行くから今日大丈夫、ありがとう。え、今日はここまで大丈夫だから。いやいやいや、まあ、ね、私も一緒に行きますから。いや、違うからちょっとちょっとデビー、3年も一緒にやっててさ、一緒にひょうたん娘と一緒に行くとかさ、ありえないでしょ。ていうか毎度のことながら、ひょうたん娘、ひょうたん娘ってデレデレして、あのね、ピッ、ああ、お前また時止めたろ、お前。え、同じ同じスペック。何スペックって言うの？いや、あ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 
それでは行きましょうか。あっぱれかな風越し、スタート。スタートだよ。スタートって大きな声で。はい、せーの、あっぱれ神奈川大行進スタート。よし、できました。同じ、同じスペック。何も同じスペック。何でもないんですか。ゆみちゃん、将来的に何やりたいの？将来は、うん、まだ考え中です。まだ考え中、はい、いいよ、考え中いいよ。はい、うん、夢は膨らみますからね。なんかひょうたん娘さんって、はい、なんか助けでしたよね。はい、なんか今年からこれをいただいて、あ、ハッピーに変わったんだ。はい、どこ連れてくれるの？あ、今日は岡部さんっていう方がやられてるひょうたん工房の方に。あ、それじゃあ行こう行こう、はい、本当はひょうたんの形になってますね。うん、ここです。行ってきて。こんにちは。あ、こんにちは。お願いします。岡部さんです。今日何ですか。今日はちょっと紹介していただきたいなと思って。ひょうたんを。はい、ひょうたんを。はい、いらっしゃい。はい。ゆみちゃん集合。はい。岡部さんですって、あんなに遠くで言われても全然わかんない、はい、すいません。段取りして、うちに紹介してください、はい、お願いします。はい、厳しいですね、レミさん。ひょうたん娘に厳しいですよね。前回もそうだったんですよ。紹介したいと思いますので、はい、中入ってもよろしいですか？あ、どうぞどうぞ。すいません。声が届くじゃないですか。すいません、はい、すいませんね、ひょうたん娘なんかひょうたんを紹介したいっていう。あ、で、これがひょうたん。これみんなひょうたんなんですけど、うん、これ今とっくりなんですよ、お酒つぶ。なるほど、今上で作ってますけどね。あ、こんだけしかないんですか？いやいや、まだ上にいっぱいあります。あ、上にいっぱいあるんですか？あの階段上がって、どうぞ中見てください。ここはどういうの？これ全部と上は工房です。え、工房？はい、ひょうたん、ひょうたんの工房です。ひょうたんの工房ですから、ひょうたんだけかやってません。今これがひょうたんですよね。これは加工するんですね。加工する。色塗ったり貼ったり、いろんなそういうことを。これって僕たちこうなってるところを見るじゃないですか、はい、でこうやって乾燥させるじゃないですか。中出しますよね。種が入ってます。種が収穫して。中出てきた。これゾウですか？出てきた。そうです。これ種ですか？種です。結構たくさん入ってます。知らなかったです。おい、知っとけよ。どうぞと。知っとけよ。そうですよね。こうやってこれを、これが全部できたら、まず青いやつを収穫したら切って、うん、水の中に1ヶ月、うん、1ヶ月水の中。そんなに？そうすると外の皮と中が果肉が腐って、うん、きれいになるんです。それを水洗いしてまた1ヶ月干すんです。とこういうことになるんです。これはでは1ヶ月水につけて1ヶ月乾かした状態、うん、それがこれです。うん、これ中身をどんどん取っていく。中はね、取りたい時はこれはとっくりですから、取らなきゃいけないから、うん、全部中針金をこう曲げて中に入れてこう種取るんです、うん、へー、そう、繰り出すみたいな感じですね。手間かかる。手間かかりますね。だいたい10ヶ月から11ヶ月ぐらい、出来上がるまでに、今種をまいて、うん、これから3月、桜が咲く時期、4月のね、うん、初めに植え付けて、うん、それからですから。まあ、ここで立ち話もなんだからね。どうぞどうぞ。どうぞ。大丈夫ですか？はい。奥ですか？奥。あ、階段気をつけてください。あ、こちら。はい、それを登ってください。え？汚いとこだけど、靴だけ脱いでください。本当だ。これ、靴脱ぐの汚いけど。いや、初対面で失礼です。はい、ありがとうございます。いやいや、失礼します。ガッツバラバラいいです。失礼します。いや、すごい、いっぱいあるんだ。わ、すごい。
ひょうたんもいろんな形があるんですね。ねえ、うん、いろんなひょうたんの格好があります。ねえ、こんだけ、これだけでも。こんなに大きく育てるの大変ですよね。いやいや、これは種類ですから。え、どういうこと？種類。これとこれはもう種類が違います。品種が違うとですか？そういうことです。あ、もうこれはこういう形になる。そういう大きいひょうたん。そう。僕たち素人だと、これは5年ぐらいかかるんじゃないかと。1年そうです。あ、1年で1年でこんなになるんですか？え、それじゃあこの長細いのそれも1年。1年で、みんなこれそうです。あ、こっちも、こんな風にアートにするわけですね。そう、これはハワイから取り寄せた種で作ってる。ハワイから、ハワイでもひょうたんってあるの？あります。よくあのフラダンスやってる時こう太鼓叩くでしょ、あれひょうたんの？そうです、ひょうたんの。ゆみちゃん知ってた？知らなかった。知っとけよ。そこは難しいじゃないですか。すごい、いろんなのがある、こんなにあると思わなかった。でこうなると、はい、大将、芸術ですよね。そうですね、すごい、ねえ、作品ですよ、本当に。だから大会があるんですよ、全日本の。え、大会？ひょうたんアートの全日本の大会。あそこに賞状ありますけどね。 あんなの見ちゃいけない。本当だ。秋篠さんが、秋篠宮殿下が顧問です。すごい。これって何か言われはあるんですか？ひょうたんをこうやってアートにすることによって、なんか例えば家内安全な、ありますよ、のものは、一軒のうちでね、3個、あのひょうたんを飾れって言うんですよ。1個トイレ、トイレぶら下げてくる、これは通風にならない。通風にならない、ならない。でもう一個は、まあ、2階のね、手すりに飾っておくと、これ魔除けなんです。魔除け、で玄関に1個、そうすると福を呼ぶと昔から言われてるんです。だから1、3個あるんだよ。ひょうたん縁起物って言われますもんね。大井町の方々はどこ行っても3つあるんですね。ひょうたん娘に聞いてください。3つあるんですか？3つあります。いいのある？ないです。なんかでも今このとっくり、これがね、さっき下にあったあのひょうたん、とっくりなんですよ。まずこれがあのよく昔の侍とかこうつけてた、私にあのお酒を入れるやつ、これただこのままだと、コップ一杯夜ここに入れると汗飲むと一滴もないんですよ、全部。なぜかというとひょうたんを吸っちゃってるんです。申し訳ない、あの娘さんですか？はい、あ、ひょうたんからコマです。あのね、こんにちは。ここにね、はい、あの映ってるんですよ。どこですか？これ友達です。あ、歌手の方ですか？はい、本業は居酒屋です。これをお店で使ってます。とっくりで、声がいいと思ったら、それで今ここでね、あの6月29日、この人が今鹿児島行っちゃってるんですよ。明日コンサートがある。そんな説明どうでもいい。ひょうたんの説明。ひょうたんの説明。そうよ、ひょうたんからコマですか？そうです。同じこと言った。これはね、あのさっき言ったけど、酒を入れると、夜入れるとコップ一杯、朝になると一滴もないんです。なぜかというと、ひょうたんが全部吸っちゃってるんです。ああ、なるほど。それで、今はこの中へシリコンを流して固めるんです。これがシリコンです。で昔はね、シリコンなかったから、ハンノキっていう木があって、山にあるんですよ。それを皮を取って煮て、それで作った。でお父さんいつもこれ使って飲んでるんですか？いいえ、私一滴も飲みません。いや飲めないんかい。みんなのために作ってるんですね。さあ移動してまいりましたが、はい、ちょっと通り沿い歩いていますが、ちょっと青木さんはなんか郷土資料館に用があるということで、さよなら。あいつ何も知らねえんだよ、ユーミン。なんかでも後で来てくださいみたいな言ってたんで、はい、時間があったら行きますか。なんか見覚えある。あ、本当ですか？まあ、何回も何回も来てるからね、この辺はね。あ、そうですね。回り道したけれど歌ね、歌実はね、歌ってくださったんですけど、これ来たことないかな。あ、え、あっぱれでですか？名前変わってるけど、多分名前が変わってる。ちょっと行ってみる。カフェだ、行ってみる。いや、来たことあるな、これ。
この階段とかの記憶ですか、うん、細木が裏地来てたもん。え、ここ、この辺、ここ細木さんが裏地あ、やっぱりそうだ、あのイケメン見たことある。指を刺さない、人を指で刺しちゃダメです。あ、でもすごい、僕来たことありますよね。こんにちは。じゃあね。ありがとうございました。入りましょうよ。名前変わっちゃったんですか。なんで？あれ？カフェスペースがある。あ、なかったんですか。もうガラッと変えちゃいました。もう何年前だろう。5年前。来て。で、何年前に変わったのは去年の11月です。去年の11月、なんで？なんで？うん、そうですね、もうちょっとなんかこうギフト関係をちょっと売れるお店にしたくて、うんうん、ギフト、うん、そう、でもなんかお店の名前も変えるっていうのはかなり大胆じゃないですか。そうですね、あの全部もうコンセプトから統一感出したくて。なるほど、うん、ちょっと前回統一感なかったよ。ね、名前なんて言うんだろう、その名前でこう新しく作り直すときに気持ち新たにっていうことですか。うん、まあそれもあるんですけどでもだって仕事は一緒じゃないですか。そうですね、ケーキはほとんど仕事は一緒だもんね。あ、美味しそうですね。せっかくだからいただきましょうよ。そうする。うん、うん、何食べたいの。やっぱこれかな。どれ。塩。私はさ、基本的には全部食べたいのよ。どれ食べたいとかじゃないのよ。全部食べたいけどやむなくこれかなっていう感じだけど、どっちにしろさ、デビいつも支払わないよね。いつも私がお財布持ってるじゃない。何勝手にいろんなことなんか微妙に動いてない。なんか今日ちょっとスペッ、いやスペッ、もう時止めんなって言ってるお前なあ、時止めんなよ。なんかこれやるだろお前。時止まんねえのか俺の場合は。塩張りのシュークリームにしましょう。シュークリームと、あとなんか中作ってませんでしたっけ。あ、クレープですね。あ、クレープ、クレープ前回失敗したよね。失礼なことばっかり。クレープ頼みます。あ、ありがとうございます。焼いていただけるってことですか。うん、あの注文いただいて、いえ、一番いいのちょうだい。一番いいの、あ、大丈夫です。スペシャル、うん、あのいや、注文いか種類豊富ですね。なんかもうさっと作れるやつ。あ、分かりました。それで、じゃあ作っておきます。お茶もください。はい、したはい、ありがとうございます。ちょっと場所借ります。あ、どうぞ。いいですね、ここね、広々と、うん、ここがなかったんですね。いつもメールをはーきありがとうございます。はい、カフェで横浜市のザキヤマさん、あ、山崎さん。はい、ありがとうございます。毎週楽しく見ています、はい、ところで久本花やカメラマンの藤井ちゃんは、はい、AKD メンバーなんでしょうか。ほう、2月10日の放送では番組スタッフが対象と言われてましたので気になりました、うんうん、個人的には藤井ちゃんのセンターで歌ってる姿が見てみたい。これからの AKD 展開を楽しみにしてます。それじゃあ藤井ちゃん一口お願いします。どうぞ。いや、メンバーじゃないです。え、メンバーですよ。メンバーだよ。え、あのね、だってあの番組スタッフはAKD なんで、だから私はスタッフではないので、うん、AKD のメンバーではない。だって新しくまた AKD が入ったし。あ、茨城の人。茨城です。茨城出身。いいよいいよ。かわいいよ。ここダメだね。茨城の人は茨城っつって。濁点つかない。つけダメだね。ね、はい、なるほど。もう一つお読みします。藤沢市の永山さんからいただきました。清川村で紹介された別所の湯に早速行ってきました。ほのぼの感満載の施設ですごく癒されてきました。あっぱれは良いスポットをじっくり取材してくれるので、今後もいろいろなスポットの情報提供に期待しています。永山さんに本当に謝らなきゃいけないね。うん、じっくり取材しないもんね。してないですね。バッタバタのガッサガサですからね。
でも行ってくださってありがとうございます。本当にどうしたどうした下の通りですね、はい、いや別所の湯は本当に素敵なところで行ってくださってありがとうございます。だってわーって回ったからね、あなたのせいでね。違うよ、だって俺だってお風呂入ってないもん。入ってたのはあそこだもん。あなたとあなたですよ。二人ですよ、入ったのは。気をつけてくださいよ、本当に。ありがとうございます。これからもぜひ行ってください。メールやお便りをご紹介した方には、あっぱれステッカーをお送りしています。情報などたくさんお待ちしています。この後は真鶴町、小田原市、海老名市が、うん、お近々訪れる予定ということで、そろそろあれじゃないの、あなた。考えなきゃいけないんじゃないの。何をですか。4月からの。もう年度末ですからね、うん、どうなりますかね。いや大和店でね、うん、この前ラーメン作ったじゃない、はい、いっぱい言われたよ、どうなるんですかって。お待たせしました、あクレープできちゃいました。できた、成功した。またもう一発です。練習した、練習したの。毎土日だけ焼いてます。これなんですか。これね、あのバニラクリームのいちごなんですけど、うん、トッピングでブルーベリーを。今いちご旬なので。いちごたくさん入ってますね。これさ抜けなくなってますね。違う、これどうやって食べればいいの。かぶるんですよ。そう、なんか言って出すなよ。ありがとうございます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 。うまいっすよ。うまいっすよ。そうね、うまいっすよ。もっちもち、量がすごい。クリームもいっぱいです。そりゃそうだよ、ケーキ職人の方がこれ作らせたらそりゃピカイチだよ、間違いないんだ。うん、でも前回は失敗したけど。いつまでも言うんですよ、こうやってデビーは。うまい、ほんとに。ランチです。お昼ご飯にしましょう。はい、はい、こちらですね、金子地区にあります、うん、釜飯茶屋石井さんを予約しております。いいですね、釜飯。釜飯いいですよね、うん、あのちょっとですね、今回も開店前なんですけれども、特別にお邪魔させていただいております。12時から2時って書いてある、はい、午後お昼からですね、はい、うん、ありがとうございます。失礼いたします。すいません。失礼します。お世話になります。すいませんです。こんにちは。どこに行けばよろしい。ああすいません、はい、ありがとうございます。失礼します。すごいな、これは。なんだかホッとするお店ですね。靴は脱いで。長いんじゃないの。もうそうだね。すいません、靴の。おい、サモト。ごめんなさい、ありがとうございます。だらしない。いや、でもね。レデがやるんだ、そういうのは。レデ気をつけます、本当に。もうこれ、創業どのぐらいなんですか。35年ですか。35年、はい、ちょっと向こうで、他の店舗で10年。10年。で、こっちへ来て25年。はい。もう何代目とか。いや、私が初めてですけど。そうだよ、ね、はい、釜飯ですね、かき釜飯の。かき釜飯、かき釜飯どうする、どっちにする。あとお好みどっちがいいですか。どちらでも開けてみて、開けてみて、ええ、どちらがいいですか。かわいい、しゃもじがね、これ用のしゃもじですね。そうです。あ、じゃあそうしますか。お好みになります、ね、はい、ありがとうございます。これ開けるのがいいです、ね、そうなんですよ。このまずかき釜からいきますか。あ、いきますか。はい、来ました。牡蠣がいっぱいです。ゴロゴロ入ってるじゃないですか。ホクホクの笑みを。そしてそっちは、こっちがお好み、お好み釜飯です。うわー、いっぱい入ってる。こっちにすごい。こちらうちの焼き鳥になります。焼き鳥出てきますね。すごい、いっぱい出てる。盛りだくさんですね。食べれるかな、今日。ゆっくり召し上がって。はい、あ、まだ来ますよ。こちら唐揚げ。唐揚げ焼き鳥かぶってませんか、唐揚げ。大丈夫ですか。大丈夫です。こちら、揚げ出し豆腐を召し上がって。揚げ出し豆腐、あ、嬉しい、ありがとうございます。盛りだくさんですね、うん、もう釜飯でずっとやってこられてるんですか。そうです、はい。ちなみにこれ釜飯ってどうやって食べるのが一番いいんですか。先にこう周りをこう崩す、崩すというかご飯を外しながら。あ、外す。それでお好みによって混ぜながら。結構混ぜた方がいいんですか。
それは好みで、ね、祖父にあの返して、はい、そうだな。あでもご飯に味が染みてるんだろうなっていうのが見てわかりますね。釜飯ってたまにほんと食べたくなるからね。これね、これお好み相当たくさん具入ってますね。何々入ってますこれ。そうですね、だいたいあのメニュー通りの釜飯の中に入ってますけど、はい、いくらに鮭に鶏エビ鶏あさり鮭エビカニいくらです。すごい。いただきます。はい、どうぞ。熱いね。牡蠣、違う、熱いんじゃなくて牡蠣からに汁がブワーって出てる。うまっ、うん、ご飯にしっかり旨味が。これうまいよ。ありがとうございます。おいしい。粒もしっかり立ってて。これはどれ行こうか。本当ね。どれ、じゃあお取り皿を。あ、メイン、この前この前行くんだ。はい、だいぶ。ああ、これおいしい。なんかいろんな味がしますね。釜飯。焼き鳥という感覚じゃないですよね。これ。そうですね。串刺さない、ね。串刺さない焼き鳥っていうことで。ずっとそれそのまま1枚で売ってるんです、はい、これは。そうです。すごい。これはでもサイドメニューみたいなことですか。あ、おい、はいはい、びっくりしました。すごい合う。え、釜飯ですか。行って行って。外パリパリ、うまっ。あー、ほんと、うん、これ合いますね。おいしい。あ、うん、行って行って。元気がいいですね。うまい。あ、味がもうすごい、ね、いい。何か言いたかったの。美味しい。あ、本当だ、本当に美味しいですね。ありがとうございました。夫婦で35年、これからも50年、60年続くようにお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。夫婦歴は何年ですか。夫婦歴は、夫婦歴は47年。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ移動してまいりました、はい、風光明媚な場所ですよね。そうですね、またちょっと雰囲気が変わりましたね、うん、はい、今ですね移動してまいりました。この柳地区というところに、はい、やってまいりました。なるほど。ここからウィーっと、うん、ウィーって来ましたか。ウィーっと来ましたね、うん、ちょっと実はですねメールをいただきまして、はい、お読みしますね。大井町の長石さんからいただきました。ありがとうございます。ぜひ大井町の柳に来てほしいです。うちは最近柳に引っ越してきた若い富んだ夫婦なんですが、うん、一軒家でピンストライピングという仕事をしています。面白い楽しいものが提供できると思います。ピンストライビング、ピンストライピング、なんだろう、なんでしょう、ね、お仕事だということなんですけど、まあ、はい、若い飛んだ夫婦というメールが本当に来たので。、はい、飛んだ夫婦。これかな、何さんだっけ。長石さん。長石さん、みんな顔一緒。笑ってるし。長石さんですか。はい、メールしました。はい、メールしました。しました。しました。そうですか。はい。では失礼します。はい、はい、ありがとうございました。こっちなんですよ。こっちです、こっち。若い富んだ夫婦って書いてあったんですけど。え、あれ。はい、会ったことあるよ。え、二人。え、何年前。何歳も。2年前。どこで会った。オープンセサミ。オープンセサミ。あのアメリカングッズ売ってるところだ。そうです。花の
そうです。ハンバーガーいただいたところの、はい、子供が遊びに来てるの？いや、僕の子供なんですけど、これうちの子供なんです。あの店は？あの店はおじいちゃんとおばあちゃんになります。息子？そうです。なんだ、言ってくれなきゃ。トップな家族ですね。あ、お父さんいるじゃない。あ、本当だ。あ、ああということは、おじいちゃんか。そうだね。孫になるわけね。孫になります。本当はね。さあ、2人ともこうくっついてみて、一つになってみて。縦になってみて。それで2つになってみて。生まれた双子ちゃんなんですね。すごい。何ちゃんと何ちゃんですか？ルナ、レア。ルナとレアちゃん。好きな食べ物？リンゴ。みかん。違うんだ。一緒じゃないんだね。お父さんお母さんどっちが好き？お母さん。一緒だ。パパ残念でした。ちょっとへこんでるじゃないですか。なんで、あとメールに何個か。ピンストライピング。はい、僕がやってます。あのですね、ピンストライピングっていうのは、あのこういうこういうのを一本の線でいろいろ書いて、車とかにそうです、横にスッて入れたりとか。そうです。でレタリングっていうのがこういう文字ですね、今ちょっと書いてる途中なんですけど、あの看板とかを書くんですけど、はい、こういったあの金箔みたいなのを貼ってこう作ったりとか。そうです。はい、それに影をつけたりとか。影つけるだけでこんなにイメージが。お店のこう看板とかも。そうですね、あの床屋さんとかの看板とかも作ったり。あ、これも全部。そうです。あれこれおじいちゃん？そうなんです。よく分かってくれましたね。この風貌はおじいちゃんだよ。そうなんです。オープンセサミって書いてある。そうです。でも花のにあのお店があるってことは、はい、元々は大町の方ではないってこと？そうですね、こちらに引っ越してきました。なんで引っ越したの？やっぱ広くて、土地が広いくて。あと匂いの問題か。はい、匂いの問題。匂いの。シーナー使ったりとかするから。あ、このペイントで。とですね、筆なんでそこまで匂いは。今もペンキ出てるんですけど。全然匂わないもん。そうですね、こういう少量なもので、こういう筆とかでこう描いてったり。奥さんは何やってんの？私はなんかハンドメイドでなんかこう絵を描いたりっていうだけなんですけど。でも絵描くんですか？絵はどれ？どれ？これを描いてるの？え、多分趣味で。二人ともそれじゃあれだ。そうです。あの自分で。娘たちは？娘たちは邪魔をしてるだけです。一番いいじゃないですか。可愛くて。すごいね。ね。二人は。もしもし。あ、連れて帰る。二人はどこ？ちょっといろいろ。帰りも。多分。肌のです。肌のだったの？プロポーズの言葉は？ないです。ないの？ないです。全く？はい。ナンパされてそのまま？いや、ナンパされて。すいません。これ公共電波で。戻ってきます。戻る。恥ずかしいから。ナンパじゃないです。ちゃんと正式に。正式。プロポーズの言葉ないって言うから。いや、そうなんですよ。いや、でもこれにも物語が。あ、なるほど、あるわ。いろいろと。それぞれね、家族の話になりますから。娘に渡していいですか？ありがとう。それじゃあ最後に旦那さんから奥さんに改めてプロポーズの言葉をお願いします。お願いします。いや、結婚してくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。距離が寒いですね。寒いですね。寒いですね。暖かいですね。さあ、また移動してきました。はい、はい、そうですね。こちら。郷土資料館にやってまいりました。はい、あの、まあ、でもひょうたん娘の青木さんがちょっとここに用があるって言って行かれたので、来いと。何してるっていうか、まあ、そういうことですね。まあ、うちはここも何回も来てるからね。あ、そうなんですね。そうだよ。誰だ。ああいうことすんな。あ、メガネだあれ。うん、まあ、大抵メガネ。メガネがやらかしたな。ゆみちゃん、
か。後ろ向いてろって言われたでしょ、それは。はい。認めた。早いです、認める。何やってんの、ゆみちゃん、ここで。待ってました。待ってました。今、はい、何ですか、この時間は。今は、ひな祭りの準備をしてて。この時間は何ですか。この時間ですか、うん、さっきですか、うん。そこに立ってって言われて、立ってました。素直がいい。じゃあ、いなくなってから今まで何でしたの。今までは、ひな祭りの準備を一緒にやってました。あ、そうなの、はい、ひな祭り、ひな祭り、はい。あ、そうか。もう3月3日でひな祭りだよ。近いですもん。で、準備って何。準備は今、おひな様を出してて。うん、でそこで商工会の方とひょうたん文化推進委員会、推進協議会の方と一緒にお手伝いさせてもらってて、うん、よく言えました。ありがとうございます。どっちに何があるの。こっちにひな祭りの準備してて。本当だ。あ、準備してらっしゃる。すごいすごい。皆さんこんにちは。こんにちは。金光さんです。はい。こんにちは。京丹文化推進協議会の金光さんです。よくできました。よくできました。その通りでございます。よろしくお願いします。金光さん、よろしくお願いします。準備中、はい、今日はもう朝から女性部が集まって。女性部。はい、女性部です。もう今も若く。女の子じゃないですか、女性部っていう。そうですよ、女の子です。ねえ、はい、これどう。すごい。あ、すごいすごい。こんにちは。こんにちは。すごい。あ、すごい。いらっしゃいませ。今準備中ということですか。そうです。明日から始まります。明日から。明日から飾り付けの日です。この方がメインの氷炭のおひな様がもう飾ってございますので、向こうへどうぞ。何やってる。出れなくなっちゃいました。出れなくなっちゃいました。そうね。茨城。茨城でしょ。茨城です。すごいね。え、これはどういうこと。こんなにひな祭り、なんかひな飾ってるってこと。はい、元はですね、うん、各家庭で今もうお家自体が小さくなっちゃってるので飾ることができないということで。あ、飾ってます。そうですよね。飾ってるお宅とやはり飾らなくなってしまったっていうお宅があって、うん、皆さん寄付してくださったんですよ。そうなの。各家庭のもの。そうです。それを集めまして、うん、それで大井町はひょうたんの町なので、うん、ひょうたんをここで作った、うん、あのひょうたんをおひな様に仕立てて、うん、まあ、見てください、ま、素晴らしい、ま、手作りです。本当に、はい、ひょうたんでおひな様。はい、そうです。ひょうたんってあのひょうたんですね。はい、そうです。それに着物を着せて、皆さんのあの、そうですね、お孫さんではないですね、お嬢さんが七五三の時に着た着物とかを使って、本当に、はい、こんにちは。こんにちは。今皆さんで飾って。すごい大勢の方で。はい、そうです。いっぱい人がいる。はい。本当だ。どうぞ。ひょうたんだ。あ、大丈夫？大丈夫？落っこちた？大丈夫？大丈夫？本当だ。大丈夫？これ落っこちた。どこに落っこちた？どこ？どっから落ちたの？マスカーさん。え、どれが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 、姉さん姉さん姉さん、どれが。あ、本当だ。あ、こんにちは。こんにちは。すいませんすいません。お代理さん。わあわあわあ。五人林。え、揃ってるじゃないですか。もちろんそうです。すごい。やっぱり。で、ここがもう全部この中がひょうたんです。うん、わかります。わかります。どこがひょうたんかなって聞かれるかなと思って。どこがひょうたんかな。悩んでください。これはやっぱ。あの大きいっていうことですか。そうです、大きいひょうたんです。はあ、持ってるものとか道具とかもひょうたん。そうです、これももう全部こういうね。本当だ。え、鼓も着てるものはですから、そういう今まで着ていた、うん、七五三ですとか、うんうん、それから五つの時に羽織袴着てますね、うんうん、子供さんたちが、うん、それを壊して全部作りました。へ、これ作ったの誰ですか。ひょうたん文化の方です。今までお会いしてきたそのお姉さん方。は、はい、そう、向こうはまた女性部でちょっと違うんですけど、うん、あの大井町には町おこしのために。これすごいよ。これを作るだけで大変なのよ。ですから、一番最初1年目がここで、うん、1年かかってこの3人会を作って、うん、また1年かかって、え、これじゃあ全部で何年ですか。3年かかって。
3年やっとお披露目。そうです。あ、もうでも去年一昨年からですか、うん、もう8年目なんですよこの行事を始めて。そうなんですね。してた、してた、はい毎年で最初はこの、ね、上のお代理様たちだけだったんですけど、うん、それでは寂しいということでその後1年ずつかけて作りました。また来年ももう一つ、もう一段、もう終わりですね、ここまでです。もういいですか。はい、でもすごい数ですよ本当に。でここはみんな本当に世帯の方、あの町の方に出していただいたものばかりですね、うん、え、何家族ぐらい出してもらった、うん、ね、何点ぐらいあるんですか。ね、相当一番最初ですと30件ぐらい出してらっしゃる。それでそうか、家では飾れなくなったからか、なかなか、うん、やはり処分するのにもね。そりゃそうだ、まあね、思いがこもってますしね。そうです、うん、出した、うん、出してないです。まだ家で飾るの。あ、今日、今年は出さないかもしれないです。お、出さなきゃ。お宅で飾るね、はい、あれがありますよね。そうか、ご自宅で。そうか、大井町の方々ってお宅で飾るとかそういうのはまだまだ残ってます。いや、残ってます、ね、すごい残ってます。これいいですよね、すごくね、はい、うん、それでこういうものも付属で全部手作りです。あ、これ手作りなんですね。はい、そうよ。これ意味があるんですよね。そうです。これどういう意味でしたっけ、こういうの。子供はこれはもうあの、何ですか、子供が元気に育ってほしいという地域のもので、うん、あのその、県の大井町ではちょっとこれはあまり関係はないんですけど、こういう吊るしびなの時にはこういうものをぶる下げるという、うん、いいな、なんか心落ち着くね、なんかこういうところにいると、ね、そうです、うん、でそんなに派手さはないんですけども、うんうん、やっぱりなんとなく皆さん来ていただいて、うん、ああいいわねって、落ち着くわねって言われますね、うん、これ一般公開いつからなんですか。明日からです。明日から、はい、1週間じゃ あ、 あ、だから今準備中なの。はい、そうです。いや、すごい。それで最初の頃は丸々2日かかってたんですよ。でもやはりだんだん手順が分かってきましたので、うん、1日でだいたい60名ぐらい、60から70名。姉さん、こう全部仕切ってるんですか。はい、そうです。仕切ってます。仕切ってます。とりあえず仕切らないとできないのでまあそうですよね。で男性女性合わせて、そうですね、70名近くでこうやって朝から頑張って。ありがとうございます。で今日は来ていただけるので本当に嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございますきっと僕たちにこれ食事したんだよね。え、いつですか。食事してます。これ食事してますよね。僕食事してます。 もうあれ食事してる。もうない。過去にもうないのかな。もう抜かれた。いや、抜けはいないんだよお前なんてこと言うんだよいや、しかし綺麗だね、本当にね。絶景ポイント、うん、富士山が見られるポイントということで、うん、ちょっとこちら、うん、なるほど、最後お邪魔してるんですが、見えないね、ガスっててね。そうですね、うん、まあ、心の目で見ていただければ。そうだね、綺麗、はい、うん、に見えているから心のアイリスを上げてくださいってことですね、はい、そういうことですね。なるほど。で、何やってんの。はい、明日の2月25日ごめんね、ゆみちゃんじゃなくて、はい、あなたない。あ、花祭り明日ありますんでお願いします。わかりました。ふみちゃん、ひょうたん祭り、これが仕事でしょ。はい、はい、明日2月25日に夢の里というところで花祭りが行われます、うん、とイベントだとか、あとはこれどっちがどっち、はい、あ、私こっちです。私こっちはい、ひょうたん持ってますね。ひょうたん持ってます。これいつの写真。これはもう成り立ての頃です。去年のプクプクだね、はい、かわいいじゃないですか他に何やってんのイベント。ひょうたん娘もいて。あ、はい、私はお弁当を販売します。郷土町弁当を販売してます。ひょうたん娘とじゃんけんなんてありますよ。はい、じゃんけん大会ありますので最初はグーじゃんけんぽい。あ、強い最初はグーじゃんけんぽん。強い。強いんですよ。すごい。イベント盛りだくさんということですね。イベント盛りだくさんですので、ゆみちゃんに勝つようにしなきゃね、それじゃあね。そういうことですね。ちょうど明日からってこと？明日1日ということですね。はい、10時から14時。よかったですね。来週はですね、相模原市にお邪魔します。南区で小田佐賀周辺。なるほど。はい。巡ろうかな。わかりました。ちょっと。いろいろ
考えてあるみたいなんで、おメガネが、メガネが、あのメガネが、はい。さあ私は明日は中延店にいますが、最後にモノマネで一言お願いします。今日見てね、あ今日じゃねえ、明日お祭り来てね。恥ずかしい、一生残るよこれ、一生残るよ。もう多分大井町の方みんな見てますから、はい、うん、さあこのまたドラマ6です、お楽しみに。なんだよ、困りましたね、うん、もう一回やりましょう、うん、もう一回お願いします。